ナマステイサラムアレイコン。はい、今日はですね、中東の音楽とか、もしくはアフガニスタンとか、もしくはインドの音楽とかで、あのイスラム圏の音楽で、まあ、とっても重要なことをお話ししたいと思います。でこれを、知ること、これができるようになること、これを知ってるだけでもう全然聞き方が違うっていうか、その雰囲気がねある演奏ができるようになると思います。でこれさっきイスラム圏って言ったんですけど、イスラム圏だけじゃなくて、例えば日本のあのなんか伝統的なあの音楽、まあ、歌い方、伝統的な音楽の影響を受けたものだから、多分あのなんだろう、昔の演歌とかもそうなのかもしれないですけど、もしくはこう童謡じゃない、わらべ歌とかもそうだと思うんですけど、その、なんていうんですかね、この音をもうちょっとこう遊ぶことができる、あの譜面通りにこう平坦に弾かなくて、もっとこう自由な呼吸でできるようになるので、まあ、すごいあの有益だと思いますので、ぜひあのどの楽器の人でも有益だと思いますので、ぜひ最後まで聴いてください。そうで、装飾音のことをあのいろんな国の言い方があるんですけど、ペルシャ語、うん、ファルシー、アフガニスタンとかパキスタンのこの北西部パシュトゥーンの人はあのザルブっていうんですね。ザルブって言って、まあ、聞いたことないですよね。でも実は、アラブの打楽器でダラブッカっていう楽器、知りません？あのなんかこうなんかペコペコっていうか、そう割とこうけたたましい系の太鼓パーカッションのことなんですけど、そのザラブって叩くって意味なんですね。でアラビア語だとダラブになるんですね。でもペルシア語だとザラブになるんですね。でこれが、トルコ語だと、チャルプマっていうふうに言ったりもします。でロックをねやってきた人だとハンマリングって言ったりもしますよね。でハンマリングってほらハンマーでこう、例えばこういうのでこうコン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 って叩く、だから文字通り叩くんですけど、で叩くのはその弦楽器のこの左手の部分でして、間違えた一つ前の音、一つ上の音を左手でちょっとこう、叩いてあげる、叩いてあげるっていうか押さえてあげる。例えば、出してる音がこの音としたら、これの1個取って半音上、これですよね。これを左手でだからカリンカリンクリンカリンカリンクリンみたいな感じ、ガイ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 みたいな、なんですよ。でこれを、どうやってほら何だろう、今まで学んでるフレーズに生かすかっていうと、例えば、ラグヤマンの、基本フレーズありますよね。まあここですよね。パーパーパーマガーでも、例えばどうだろう、ちょっとあの左手を遅らせて入る。だから普通にこう一拍目でパーパーパーマガーってやんないで、ガマーガマーガマーマーガマーガーガーマーですよ。これガマンダラン、これもレガマパダダダマパもそうですね。ただ普通にダダダマパってこう
平坦にやらないで、ダーンダーンダーマパーみたいな感じで、ダリダーダリダーダリダーみたいな感じでさ、でさ、低い音にー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 さーさーパーパーで、ここすごいよくやるフレーズなんですけど、にーにーにーで、こうか。だけどん、カルサ、カルサ、あ、違う違う、カルサ、違う。レガニー。装飾音なしでやります。装飾音ありでやります。マントラとかにも使えますよね、うん、例えばおーおーおーサハナワボトゥーって伸ばすとき、サハナオホマトゥサハビヨンバラバワヘアッサビプルワデヴニャン、ハルゴーデイバーバルゴーデイバーバルゴーデイバーバルゴーデイバーって言わないで、ハルゴーデイバーバルゴーバルゴーデイバー、サガリガンゲンガンガンみたいな感じで、そうそう、そういう音をこう細かい音を入れてあげると、なんかすごいあの雰囲気出ません、うん、ね、こう機械っぽくないっていうか、うん、なんか全部あの平坦な、なんだろう、こういう譜面まあこれでもよく響くんですけど、まあ、これだけだとなんかホームセンターの BGM みたいになっちゃうんですか。そうなので、ザラブ、あれインド音楽でなんていうのかな、もしかしてザラブって言うかもしれないですね。ちょっとインド音楽でこの装飾をなんていうか知ってる人いたら教えてください。インド古典音楽で、まあ、少なくともパキスタンとかアフガニスタンでザラブって言うんですよね。パシュトゥンの人ザラブって言ってたから、うん、はい、そういう感じで、ザラブの概念ってすごい大事、装飾音の概念ってすごい大事。でも言ったように、なんかすごい結構簡単っていうか、この基本的に一個前の音を叩くだけ。まあこの低い音に行くときはラバブはレガニーレガニーとか、こうニーニーレレサーに行くとき、ニーレレレサーニーガーンってこうダダーンってこう音がちょっと入るんですけど、こうミレドーみたいな感じか、ドードードーに行くときにミレドー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 って行くって感じか、うん、まあ、そういう感じですね。そう、簡単ですよね。で、じゃあうちのレッスンでもやっておられる、こうパイモナベイでハイホマーロスタンやってみましょう。ガイガイガイガン、ガイガイガイガン、
ございますよ。アジア人の血の中にこれ入ってるんですよね。うん、そうで、やっぱ日本ってすごい多分アジアの中では割と、まあ、韓国とかみたいな感じですごい西洋化が進んでる、進んできた、進めてきた150年ぐらい国なんですけど、その前の歴史すごい長いじゃないですか。でやっぱり欧米化進んでもやっぱりこう土着の文化っていうのはやっぱあるじゃないですか。うん、なのでこういう音楽的な面でもやっぱりこのザラブの概念、こういう装飾音の概念は非常にアジア的、うん、なのでこういうイスラム系の音楽ともすごい通じるんですよね。そう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 、そういう感じです。なのでどんな音楽にも適応できると思うので、自分のフィーリングで弾くことができると思うので、ザラブね、ぜひやってみてください。感じで一応モード変えたんですけど、じゃあ、こっちのモード、パイラビーバイラミのモードで、うん、行ってみましょう。装飾音の使い方で、で今弾いたのはダザムンザンバーズイバーワタンって言って、まあこれ後ろレースであんまやってないんですけど、かなり有名な曲なんで、これやっておられる方も多いので説明すると、そうですね、これもやっぱすごい装飾音大事だと思います。特にこうタララララララって行く前に、この下がる前にこう、それがまあまパダダパマダパマダパマ、サリ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 
でずっと続けてやっていくといいですね。あとあの音楽セッション、この間のセッションもやったんですけど、そろそろなんかビャーケブレンバーマザール、マザレ以降の装飾音入れて、ね、やってみませんか。うん、で普通になんか僕が、私は譜面通り弾いちゃうとこういう感じなんですけど、どうなんだっけ、そう、そろそろこっちから卒業して装飾音を入れてみましょうよ。でね、その方がねすごい楽しいし、そう気持ちいいし、表現力も広がるので、次のステージとして装飾音を入れるってことを目標にもう練習してみてください。で装飾音を入れるとこういう感じで、下がるところがいいかもしれない。ここを、ね、パマパパマパアレグルルラ、ね、一個前を。ちょっと弾いてみたいんですけど、そう装飾音をねザラブ入れてみてください。で難しいなって思うかもしれないけど、そんなことなくて、本当一個に集中して、例えばそう
それだけでも全然違うと思うので、ぜひやってみてください。で、今度のレッスンの時ね、今までの宿題みたいな感じしてもいいですか？うん、ちょっとザラブの確認ということで、うん、そうそう、別に完璧にできてもなくてもいいですけど、この概念を理解できるかしているかっていうことで、ちょっとザラブのチェックをねさせてください。理解してるかチェックですね。別にそこへできてなくても全然大丈夫なんで。してきました。いや今日もね、冬だからラバーブがいい音するなと思って。皆さんラバーブどうですかね？もう毎日ねいい音しますよね、本当に。冬は特にそう、もうなんか一生のなんか恋人ですよね。でなんかこのそう恋愛とかってやっぱこのなんだろう、あの恋愛期間がほら決まってるじゃないですか。ずっとずっとなんかラブラブなわけないじゃないですか。でもこういう楽器とか音楽とかって、特にラバーブとかもうずっとラブラブですよね。ずっとなんか、あ今日も綺麗だねみたいな感じで、今日もいい音するねみたいな、なんかありません？あ今日もいい音してくれたとか。もちろ なんか梅雨時期とか、まあ、梅雨時期よりもあれか9月ぐらいのとかちょっとね調子が悪い時はあるんですけど、そういう時も、まあ、それ川だからしょうがなくて、本当可愛いやつですよね。うん、というわけで今日もねいい音をしていただけるラバーブと一生付き合っていきましょう。もう本当楽しいですよ。感じで、今日はですねザラブのお話、装飾音のお話、イスラム圏の音楽の装飾音のお話をお伝えしてきました。でちなみになんか僕はあのアラブ音楽、例えばよくあのエジプトとかあの辺の音楽、その辺の音楽は、ね、ちょっと僕あんまよくわかんないんですよね。果たしてこういう装飾音を使うのかよくわかんないんですけど、そうあのペルシャ系の音楽とかアフガニスタン系の音楽は、まあ、よくこういうのを使う。あとトルコ系の音楽も結構こういうのを使うので、うん、あのすっごいやっぱこのコンセプトを知ってるとしてないで全然違うと思いますよ。なのでぜひ自分の楽器に落とし込んで試してみてください。練習してみてください。で、ラバブレッスンにね通っておられる方は、次にちょっとねあの質問させていただきますね。あのザラブの概念について理解してるかどうか、装飾音の付け方について理解してるかどうかってことをちょっと質問させていただきます。全然できないとダメってことないんですけど、やっぱりこう理解ってすごい大事なので、やっていきましょう。すると例えばサーニーダーパーモンガレーサー、これに装飾音をつけると、まあ、こうですね。こんな早くやらなくていいんですけど、ニサダニですね、まあ、こんな感じで練習していきましょう。いやでも本当練習ってめっちゃ楽しいですよ。うん、ただ習慣化するまで時間かかるかもしれないですけど、本当楽しいですね。で僕はやっぱ朝起きたらすぐ触るように絶対してますね。脳みそがね朦朧としてる状態で、あのスマホとか触っちゃダメですね。やっぱもうどんどんこう引き込まれて洗脳されてて、時間あっという間に経っちゃうので、人生ってすごい有限じゃないですか。そうなので僕も昨日夢見たんですけど、なんかこう自分ができることってもうそんなないよなと思って、だったら
やっぱりね、有限の時間をこういかにこう効率よく使うか、フォーカスしていかないと、まあ、めっちゃ若かったらいいかもしれないですけど、20代前半とかね、そう、でもやっぱり時間はどんどん奪っていくものだからっていうのは、ほら、なんだっけ、セイキロスの碑文だっけにもありましたよね。そうそう、なので、そうなんですよ。それはもう変わんないからね、時間はどんどん流れていくんで、その中でね、そう、まあ、憂鬱になる時でも元気がなくなる時ももちろんあるけど、まあ、それ習慣化してやる練習を続けていくと、まあ、高みを目指していくことがね、一緒に山を登っていって、そして、まあ、この間みたいに一緒にご飯食べたりとか交流会したりとかして、すごい楽しいじゃないですか。そう、でも日々の練習って実はこうコツコツしたことを続けてないとやっぱり上達しないっていうのはあるので、そう、やっぱ本当登山に似てるなみたいな。で、登山って言っても別になんかすごい高い山登らなくても全然いいんですけど、その歩くことを楽しみながら、気がついたら、あ、景色がいいとこ登ってたみたいな。もう高尾山とかだってやっぱそうじゃないですか。もうやっぱこう、まあ、コースにもよると思うんですけど、下からテクテク登っていくのってやっぱぜいぜい行って大変な時だってあるじゃないですか。でもやっぱりふとこう景色が開けた瞬間、あ、綺麗だなって思って、そして綺麗だねっていう、この隣の人と分かち合うことができるじゃないですか。だから私のコミュニティではそういう、なんだろうな、交流、分かち合い、楽しいなっていうのね、人間的な交流もすごい大事にしてます。でもやっぱり大事にしたいのは、こう個人の修行もすごいやっぱり大事ですね。哲学者ニーチェもこう言ってますよね。高みに登るためには誰かに連れて行ってもらっちゃダメだって言って、やっぱり自分の足で登んなきゃダメだって言ってますよね。それによってやっぱり喜びが得ることができますよね。でもそんなにめちゃくちゃ高いとこも行かなくてもいいんですけど、そもそも別にプロ目指してないしみたいなね。でもやっぱりそうは言っても、やっぱり触ってないと、やっぱり練習してないと、触れてないと、やっぱり全然成長しないし、そもそも山登れないじゃないですか。歩いてないと登れないじゃないですか、ずっと止まってたら。そう、なので、コツコツ触っていきましょう。触る時間を設定していきましょう。で、私は、まあ、朝起きてすぐ触るようにはしてますね。で、隙間時間で触るようにはしてますね。で、僕ができないフレーズにフォーカスして、もう今週はこのフレーズだとフォーカスして、ちょっとずつ、クリアできるように、してますね。まあ、そういう感じでお伝えしてきました。なので次のレッスンでお会いするときの楽しみしてますね。はい。で、無料体験レッスンもいつもやってるので、もしよかったら声かけてください。2月からパキスタン行っちゃうんですけど、1月はなんとか家にいるので、もしよかったら無料体験レッスンも来てくださいね。どんな楽器の人でも大丈夫なんで。というわけで、失礼します。さよなら。ホダハフィーサラムアレイコン。